はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、いよいよですね、まあ、アバロンに勝った回数68回まで来ました。そして黄泉に勝った回数8回ということで、今日はね9、10と進めていきます。早くね、あのダブルゼータのさ、慈しみと妙音女神弁財天が欲しい、これぶっ壊れですよ。ということでやっていくわけなんですけども、僕のパーティーはですね、一応こんなパーティーでねレベル9チャレンジしていこうかなと思っています。ちょっとでもこれだとね、時間的にも元気ドリンク的にも厳しいんじゃないかなと思います。一応ねスキル今3まで上げました。僕のパーティーではこの神話と情愛の天使マナが結構頼みの綱というかね、 ここでちょっとこけちゃうとやばいんだけど、技レベルはねもう一応マックスまで上げています。あと上げるとしたら G とスキルレベル、そしてエクスカリバーも一応上げるとすればスキルレベルかなっていう感じかな。一応技レベル、妖怪レベルはマックスまで上げてあります。あとここがちょっとワンチャンあるかな。まあノアね、ノアは微妙なんだよね。強いには強いんだけど、相手が強すぎて弱く感じるというね。ちょっとノアのね技レベル上げましょうか。上げたとこでみたいなのあるんだけど、まあ一応上げておきます。やれるだけのことはやっておきましょうか。そしてスキル、このダブルゼータマナはね上げておきましょうか。あとは G レベルね、このダブルゼータマナ上げましょうか。これでいけるかな。さあアバロン、お、ここで元気ドリンク来た。ワンチャンあるぞ。来ましたね、ヨミレベル9です。HP なんだこれ、59万か、59万9000です。これ30分っていうとね、ちょっと未知の領域なんで、時間の感覚とか配分がよく分かりません。さあ行きましょうか。このパーティーで行きます。一応マナに、マナがね強いので、マナにプリチーの種族効果 40% が乗っかるような感じでセッティングしました。なのでこれでちょっとどうなの。さあミッションつきません。そしておはじきは基本パーフェクト狙いで取っていく。6000か。 HP ゲージ動きません。これはね、特攻ないともう無理ゲーですね。特攻あってもっていう感じがするね。僕が今このダブルゼータパンドラ、そしてランク Z のエクスカリバー、この2体入れて、まあ、さらにねノアも入れてますけども、入れてもレベル8でも結構ギリだったんで、レベル9で一気に上がってるよね、 HP がね。これでどう、でもこれでどうなん、みんなどうやってんだろうね。だからまあ一応追加特攻でですね、まあパンドラ、ランク Z のねパンドラ来たんだけども、まあでも全て揃ってないと無理っていうゲームもどうかと思うけどね。とりあえずねパンドラガチャはちょっと出なかったんで、とりあえずなしで今行ってます。さあこれで今回はおそらくね時間勝負あるんで、ちょっと画面のね右上の方にタイマー表示しておきます。これで11300、そして86ポイント13000、やっぱ1万から1万5000あたりか。まあミッションによって変わるけどね、1万ですね。ほぼほぼ HP ゲージが動かない、ちょっと無理なんでフルパワーいきます。元気ドリンクが1個なんですよ、どうするこれ。さあフルパワーでどれぐらい削れるのか。いい感じでマナにねミッション来ました。ミッション来ると一気に2倍近くにね跳ね上がります。もちろんファンタスティック、そしてパーフェクト取っていく。さあフルパワーを54000、54000って言ったら相当なんだけど、敵が強すぎて
感覚が分かりません。そしてエクスカリバー、こちらもミッション来ました。もちろん取っていく。パーフェクト19000ですね。そしてノア、配布特攻のノア、さあこれもミッション来ました。もちろん取っていきます。ファンタスティックの、まあ、ほぼパーフェクト4600。だから配布特攻もうちょっとさ強くしてほしいよね。最悪配布特攻だけでもさワンチャンあるぐらいな感じにしてほしいんだけど、厳しいね。そして特攻ないキャラについてはもう誤差の範囲と HP ゲージピクリとも動かず。そして覚醒魔、こちらも種族効果要因として入れました。ファンタスティックミッションついてフルパワーで3100ですね。そんなもんかよ、フルパワーで3000ってなんだよ。これでお84000きた。ちょっと動いたぞ、5ミリぐらい動きました。204ポイント、これマックスですね。フルパワーねえよ。1個買いましょうか、この1本でいきたいね。さあちょっとね時間的な制限でフルパワーでね連発していかないと多分これは僕のパーティーの場合は無理でしょ。で結構ねこれドリンク買うの時間かかるんで、もう足りないの見えてるんで L を買いました。 L1 個でなんとか行きたいね。これ L2 本はねちょっとレベル9で L2 本使うのはねちょっとね厳しい。さあそう言ってるとミッションつきません。ミッションつかないと14000か。ちょっとフルパワーでもさ全然 HP ゲージが減らないっていう、やべえ。まあでも今回のねイベントの目玉だよね、このランク Z の弁財天、慈しみと妙音の女神弁財天ね。結構必殺技そしてスキルもダブルスキル結構ぶっ壊れなんで、これはやはり取っておきたい。でこれ取ると英雄の書が欲しくなるよね。うまくできてるよねそれにしてもでも敵が強すぎる。何なのこれは、覚醒魔。しかしなんとか取っていきたいね。さあこれでフルパワーだからね、そのうち超フルパワーとか来そうだよね。これで6万来ました。6万でもこれか、204ポイント、やはりマックス。さあガンガンいくぜフルパワー。おっとマジか、通常を押してしまった。これいつもの癖で通常押しちゃうあるあるだよね。しかし通常ではほぼほぼ時間の無駄だよね、削れないから。フルパワーじゃない、これマナでいっても5600か。これで13000、ちょっと時間が足りなくなりそうだ。慎重にいきます、フルパワーでいきます。結構時間配分的にはギリか、ちょっとアウト。ここで逃げられると HP 全部戻っちゃうんで、もう元気ドリンク的にはね無理です。だからもうワンチャンしかありません。35000、あとはうまくミッションがねマナとエクスカリバーに乗っかってくれれば残り17分でワンチャンあるか。あとはミスは許されません。さあミッションクリア、18000。これで6万1000とお助けありがとうございます。204ポイント。さあ確実にフルパワーでいきます。これはどうなのこれ、Y ポイントもねマックス204ってもう少しあってもいくね、あまり稼げない。ちょっとねまたまだねパンドラ
撮りたいなと思ってます、まあ、あとねビナーとかね他の若干キャラ取りこぼしもあるんでそこもね狙っていきたいとは思うんだけど、まあ今のガチャキャンペーンが終わって まだ多分ねいろいろワンチャン来るんじゃないかなと思ってます。選択の過去の元さあエクスカリバー、エスカリバー行くぜ。さああとスコアタックもあるんだよね。さあ76000着実に削っていく。時間配分的にはギリいけそうか、慎重に行こう。しかしワンミスが命取りだからね。あといろいろ通信トラブルとかねある。あとなぜかね僕アンドロイド版やってるんだけどおはじき中にさアプリが落ちるってことがちょっと何回かあったんですよ。それもねよくわかんない、突然落ちるからね悲劇です。さあ取っていく。やはりフルパワーの時にこのミッション来てくれるのは嬉しい。しかもエクスカリバー取っていく。ファンタスティック、このファンタスティックゲージ難しい、タイミングを合わせる難しいよね。タイミングとこのプニを飛ばす方向とね両方合わせないといけない。さあいよいよ、さあマナ来てくれ。残り12分か、冷静に行こう、落ち着こう。焦ってミスってね取りこぼすのももったいない。またスティック、惜しい感じ。54000、もうほぼほぼこのマナだけでやってるみたいなねそんな感じにはなってきてる。これマナ出てよかったよ。これマナなかったらね完全に無理ゲーです。エクスカリバーだけだと無理ですね。これはそう、元気ドリンクとかそういうレベルじゃねえよ。8万7000来ました。しかしねえよ。お、ここに1個ありました。よかった、これでワンチャンいけるか。マジか、ここで取らないとでも本当に元気つきます。やばい、7万なんで。しかしミッション来ないんか、ギリだな。落ち着いていこう。これは確実に取っていく。ファンタスティック、もちろんパーフェクト。3万8000残り3万、おミッション来ました、エクスカルバー。ここも確実に取っていきたい。これ難しいやつですね。いくぜ、ファンタスティック。さあこれでミッションクリア、18000。そしておノアちゃんにミッション来ました。しかもこれはダメージ出やすい配置。取っていくぜ、ファンタスティック。さあノアがお7600、そしてフブキちゃん、これは特殊能力ないんだけどミッション来たんでワンチャンある。さあもちろんファンタスティックでパーフェクト取っていく。5700来た。おっと覚醒エンマにミッションが来ている。取っていくぜ、もう元気はありません。行ったか、行きましたね、行きました。やべえわ、マジやべえ。さあこれで7万2000ギリ行きました。さあ9回倒し304ポイント。さあ超経験値玉ゲット。さあなんとか倒せました。さあ勝利ご褒美いただきましょう、重心流ヒカリ。早速ね合成していきます。さあ弁財天、合成するとなくなっちゃう仕様なのでちょっと弁財天なくなっちゃうのは厳しいけど、まあしょうがないでしょう、合成しないわけにはいかないからね。さあいきます。さあ来たぜ、ランク Z の慈しみ弁財天。
さあ来ました。さあまだまだねイベント走っていきますよ。